はい、皆さん、新年明けましておめでとうございます。ドラゴンです。一応新年一発目の動画、本当やったら6テインの20連をね、あげようと思ってたんですけど、まあ、それよりも先にね、ちょっとガチャが来ちゃったんで、そちらの方をね、先にあげようかなと思います。6テインの20連も、あげようと思うんで、そちらも楽しみにしていてください。まあ本当2021年をね、占う上でね、非常に大事な、今日はガチャの日になるのかなと思うので、2021年もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。そして皆さんのね、いい年になるように祈ってるんで、はい。で、一応ですね、こんな感じで、はい、新春選抜祭というものをやってきてですね、はい。一応ここの当たりはね、正解でしょ、間違いなく。これ間違いなく正解が当たりだと思います。あとは合法名とかね、その辺もね、非常に当たり、優秀なキャラだと思いますし、正月の強将と強会、特に強会ね、こちらの方もね、めちゃくちゃ優秀なんで、このガチャもね、結構いいかなと思います。はい。で、まあ一応ですね、僕、6点集まってるんで、6点をね、まず引いてから、その後の、新春ガチャに結びつけていこうかなと思います。ここでいいキャラが出ればね、間違いなく、2021年開幕いい感じでいけると思うんで、はい。さあ誰出るかな。さあ、かぶりはやめろ、かぶりは。おお、連覇。わしが大将軍とは何たるか。海岸連覇か。よっしゃ、これ当たりだろ。いや、当たりですよ、間違いなく。強いっすよ、これは。はい。まあ、能力をちらっと見ますが、おー、必殺が、対象方向、線形、中範囲攻撃、混乱付与もついてますね。はいはい。あとは攻撃速度、回心率アップ。おー、強いじゃないっすか。必中はいらんけどね。普通に強いんじゃないかなと思いますね。当たりでしょう。やっぱり連覇らしく攻撃力のバフとかがついてるんでね。はい。で、これですよ、目当ては。今回の一番の目当てはこれです。はい、陽短話ですよ、正月短話。まあ、簡単に言えば、まあ、女性パーティーの、まあ、リーダー、覚醒武将ですね。神とかと一緒ですよ。そうなんです。もうこの陽短話、もうこのビジュアル見た瞬間欲しいなと思って。はい。ちょうど石もね、溜まってるので、今回は、引いていこうかなと。チケットと合わせて引いていこうかなと思いました。はい。やっぱ新年一発目なんでね。はい。やっぱ引けるんじゃねってことで、淡い期待を持ちながら引いていこうかなと思います。さあ、頼むぜ。いや、お願いします。欲しいっす、この陽短は。女性パーティーもたまには組みたいからね、俺。副官はいらないっすよ。この陽短は一点狙いっすよ。間違いない。もう副官はいらない。陽短はだけ。バジオーと誰かおったよね。バジオーと、なんちゃらを、ヘビ食うとやつ。がおったんやつかね。さあ、ここは不発ですね。まあ、あくまで闇リテッドなんで、まあ、要注意しとかんといかんですね。まあ、一応ね、僕は、もう魔法はかけないって誓ってるので、まあ、この石の、許される限り、引いていこうかなと思いますけど。さあ、まあ、できればこの10連で終わりたいね。単発は引きたくないね。さあ、なんとか10連引けるんで、引いていこうかなと思います。しっかり頼みますよ、マジで。出てほしい。レディガー頼むぜ、レディガー。よし。おっしゃ、よっしゃ、これ来たか、これ来たやろ。これ来たんじゃない、これ。お、一番最後。いやー、最後まで引っ張られますよ、これは。やばいですね。引っ張られますね、これは。さあ、
官やめてよ、副官はやめてよ。確か、バジオとかって副官で星6やったっけ。星6ですよね、多分あれは。なので、まあ、ちょっと副官引いちゃうっていうパターンもあり得るということなので、武将お願いします。マジで武将お願いします。本当に頼みます。本当お願いします。武将で、武将でお願い。本当にお願い。うう、頼む。来な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 。よし、オッケー。あぶねー。さあラスト、よいしょ。よっしゃ、よっしゃ、来た。我が山の王、楊端和である。戦場が血の海新年一発目、構わぬか。よかったです。はい、という感じで新年2021年最初の動画、やんとか引っ越しできました。ありがとうございます。はい、というふうな感じで今回の動画はこれにて終わりとさせていただきます。はい、楊端和しっかり育っててね、女性パーティーでまあイベントなり望んでいこうと思うので、はい、その動画も上げれたらと思いますので楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。よっしゃ。